ここまでのファイナルファンタジー13-2。ホープくんだよね。いや、いやだよ。必要ない。せめて日食が終わればショップを、ま、闇の中闇の中
デンの騒乱では。闇の中で。はい、ありがとう。魔物を狩らせたらなかなかの腕前だそうですね。一つ頼まれてもらえません？実はアカデミーの研究室から要請があったんです。至急ベヒーモスの牙を届けてほしいって。ただ学者さんたちの要求がきつくって。最高の状態でって注文なんですけど、軍の装備って魔物を傷つけないようにはできてないんですよね。なのでもしいい状態の牙が手に入ったら譲っていただきたいんです。どうでしょう、お願いできませんか？お願いします。あなたたちの腕前に期待してますよ。牙のサンプルが手に入ったらアカデミーで詳しく分析する予定です。魔物たちがどこから来たのかを調べるとか。お二人は見学の人じゃなくて本当にタイムトラベラーだったわけですね。アリサさんはパラドックスの研究が認められて主任の研究パートナーに抜擢されました。となればこのパラドックスを解消した人も大出世でしょうね。いっそ昔の虚空みたいなイルミネーションで飾れば素敵な上に安全でしょうにね。
牙、それも理想的なサンプルですね。さすがです。一流のハンターの仕事ですね。研究室で分析にかければいろんなことがわかるそうです。パラドクスで現れる魔物は大昔から来るのか遠い未来からか、ファルシア人間が改造したものか自然に進化したものか、謎の解明にきっと役立ちます。そうそう、謝礼を差し上げないといけませんね。本当にありがとうございました。仕事じゃなきゃパルスなんて来ないわ。たった2人でベヒーモスを倒すなんてちょっとしたものですよ。軍の装備も強力ですが、魔法が使える人にはかないません。ベヒーモスを倒すなんてちょっとしたものですよ。たった2人でベヒーモスを倒すなんて気持ちよさそう。魔物について機会があれば。アカデミーの人間も。